すのに、な、な、羽がある。おう、これはこれは兵士の若者、亀吉だぞ。その姿は院の目により盗賊おぼろ月一味を召し取った。なんだこれ。兵士には今日騒がせた盗賊一味、源氏には下船の女一人を捕らえよとの仰せ。この男源為義は私の祖父にあたる。院はそれほどまでに源氏の力を見くびっておいでな。見くびられていたのは源氏一族ではなく、祖父為義だったのではと私は思う。女を捕らえるとは珍奇な仰せだ。何事があったか。ことの起こりは帝の女房様よ。女房、花子様。知っての通り、玉子様は帝のもとへ時代なさった。それ以来ずっと伏せっておいでなんだ。夫となられた帝も大層ご安置なさった。帝、やりませぬ。御自らかようなことを。楠氏に見させても治らず、宋に祈祷させても収まらんのであろう。もしやこれは何か取り付いておるのではないかと。帝の祖父であらせられる白河の院も大層ご心配になり、ついに陰陽師をお呼びになった。白河の院は玉子様の養父でもあらせられる。不満発生すんな。お前は何者だ。病のもとは女よ。女？元は白拍子で院の御所に出入りしておった女性だ。遊び目であったということか。その女は腹に院の子を宿していたな。御身の字が持つには腹の子は多くに災いをもたらす忌むべき子らしい。バカバカしい。院から子を流すよう命じられ、女は逃げた。なかなかすばしく女で、大きな腹を抱えて逃げておるというのに、3日経ってもまだ見つからん。手柄を横取りしようなどと考えるなよ。いるぞ。Thank you.
途絶えられて殺されるくらいなら今ここで二人ともに死ぬわ。母が子を殺そうとするとは何事だ。死んでも子を守るのが母の務めだろう。何を言うか武士のくせに、平気で人を殺す生き物のくせに。何だとこの女。その薄汚いたちでどれだけの命を奪ってきたのだ。武士が太刀を振るうのは務めだ。王家の命に従ってるまでだ。つまらぬ。お前こそ何だ。忍び下がりではないか。それは馬よ、歌を、あいつには体を打って高貴なお人に取り入る。そんな下賤な女に罵られる筋合いはない。下賤とは聞き捨てならぬ。そっちが先に俺の立場を知らないと。どうした。になっている女を見つけたのだろう。すぐに差し出すは兵士の手柄になる。アダマサ、ありがとうするな。俺はあの女を院に差し出すつもりはない。この家にかくまうこと、父上にお許しいただきたい。若君、それは院に対し背き立てまつるということにございます。存じておる。分かっていながらかくまうと捕らえられれば赤子の命はない。あの罪なき赤子の。しかし王家に災いをもたらす赤子と本名字の申すことなど当てにはならん。見殺しにはできません。殿、こらえよ忠盛。わしは棟梁としてかようなことを許すわけにはまいらん。ならば親子の縁をお切りくださいませ。兄上、こればかりは父上の仰せといえど従う気はございません。なぜかくまう。私たちを差し出せば院から恩賞がもらえるのではないのか。俺とて己の務めに誇りを持ちたい。罪なき赤子を死なせて何が武士の俺が。食え。食わねば赤子にやる父も出なくなる。
まだ見つからぬと申すか。はっ、まことに申し訳ございません。もうよい、兵士の者に探させる。それだけはないぞ。源氏の我が子が八幡太郎義家の名にかけて必ずや探し出してまいります。今少しご猶予を。待てぬ。白川院は行為を退いてからも院政と称して自ら政務を取り続け、まさにこの国の頂点に君臨していたお方である。そうまでして舞妓を見つけ出してどうなさるおつもりです？お腹の子ともども命を奪うのですか？この祇園の女房様。祇園の女房は白川院の愛称として長年その寵愛を受け県政を振るっていた。私も元の白拍子、ふるさとを同じくする舞妓は妹のようにも思っています。女を殺しはせぬ。子を殺せば同じことにござりましょう。